そういえば、はい、最近はどうだね、例の彼との仲は。どうかね、何か変わったかね。昇格したんですけど、 BMC ってみんな昇格したじゃないですか、一段階。ああ、この間ね。そうです、それを報告したんですよ。うん、それを報告したら、なんか「おはよう、おめでとう」みたいな言ってくれて、昇格祝いになんか UFO キャッチャーっていうのがあって、遊園地に。そんなんある？はい、 UFO キャッチャーで頑張って撮ったらしいです。ぬいぐるみ1個もらいました。そこでしか撮れないんだ。そこでしか撮れないやつですね、遊園地でしか。ああ、そう。じゃあやっぱ悪くはない。いや、でも正直わかんないです、本当にどう思われてるか。まあ、いや、でもね、嫌だったらそんなことしないでしょ。まあけど、結構女の子好きっぽいですよ、 BMC で。結構なんか他の女子に、うん、っていう感じですけどね。どういうこともあるのかな。女の子と関わるの慣れてて、ぬいぐるみあげるのもなんか当たり前みたいな感じなのかな。あー、なるほどね。まあでも純粋に嬉しかったのは昇格祝いで、うん、頑張って UFO キャッチャーで取ってきてプレゼントとしていただけたのはすごい嬉しかったです。あー、そうか。なんですか。いや、つまりあまり特に何もっていう。なんか今度出かけようみたいな話したんですけど、うん、日程とかもないし、いつってもないし、うん、ずっとなんか濁されてるか、なんか何もない。まあまあ明確にならないわけね、うん、じゃあこの日でとかないんですね。全然目安もないです、いつぐらいっていうのもないし。ああ、じゃあそのうちねともないわけでしょ。でもそのいいねみたいなので終わりだ。そうですね、そうだね、いいねみたいな。なんかいっぱい人がいる中で、人がいる中のうちの、まあ、メンバーの一人だったんですけど、私も、うん、みんなで旅行みたいな感じで行ったんですけど、夜中の何時かな、2時とか3時ぐらい、はいはい、その時に一緒にいらっしゃってて、ええ、みんなの前で結構なんかさっぱりしてました、お腹に対して。ね、でもなんか2人で喋る時があって、その時結構フレンドリーだったんで、でも純粋にみんなの前で恥ずかしいのかなとか思ったりとか。恥ずかしいのかな、人の目を気にしてるのかな。可能性はあるよね、うん、なんか男の子って人が大勢いる中って結構ツンツンになったりするんですか？ありますよ、そういうこと。本当ですか？あ、そうなんだ、あるんだ。女子は違う感じかな。でも恥ずかしいけど、まあ、口数減るけど、ツンツンにはならずみたいな、まあ、普通って感じ、まあ、人によるのかな。お花はそうですね、普通。恥ずかしいのか。男の人はあるかもね、そういう時もあるかもね。みんなの前さっぱりしてるけど、そうそうそう、ちょっと周りに見られるの恥ずかしい的だね。そうなんだ。これ A タイプね。 A タイプ、はい、 A タイプ。 B タイプは、うん、他の女の子のことが普通にいろんな女の子好きみたいな話だったから、好きは、まあ、興味ありそうな感じ、興味ありそうな感じでしょ、うん、だからこう他の女子に、うん、あ、そことはそうなんだ、ふーんって思われないためにっていうケースもね。ああ、特定の女子と仲良くしすぎないように。ああ、それ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 。なるほど、あるよね。って言って女の子の下着聞くんですかね。下着、下着の色とか聞くらしいですよ。ど変態やんけ。まあどうなんだろうね。じゃあそれをするから、やっぱりちょっとみんなの前では気まずいのかもしれない、ね、ああ、なるほど。あ、でもお花の下着の色は聞かれたことないですね。興味ないんじゃないかな。めっちゃ笑っとる。いや、あの、でもほら、うん、なんだろう、そういう話をしてもう大丈夫そうかどうかの見定めはやっぱあるからね。あ、なるほど、見定められてるのか。そうそうそう、 BMC の中だと、うん、下ネタ大王みたいなのがルルさんでしょ。いや、初めて聞きました。そうなんすか。あ、知らない。ちょっとすぐ戻ります。ちょっと詰め込んできます。そうなの、下ネタ大王。そうなの、ルルちゃんなの。初めて知った。戻りました。え、詳しく聞きたいです、ルルちゃんの、その下ネタ大王だけ。下ネタ大王、はい、大王なんだ。 BMC の下ネタ代表みたいなとこあるから。そうなの。
プスか大佐かと思ってましたよ、下ネタ大佐。いやいやいや、私はもう皆さんに合わせてるだけなんで。あ、合わせてって、昨日だ、いろいろインターネットで調べながら喋ってますから。あ、そう、ウブなんですね、じゃあだいぶ。もう全然知らないんで。だからまあなんかね、そういうので、はい、その相手をまあある程度はね、見ながら喋らなきゃいけないから、うんうんうん、こう花さんにはね、あんまりそういうのは良くないかなと思って、パンツの色を聞かずに、この人は聞いてもいいだろうっていうところに聞いてるという可能性もね。ああ、なるほど。もちろんありますから。ほう、でも全然わかんないです。私は気になってるんですけど、向こうは気になってさえないかもしれないんで、わかんないです。難しいね。うん。普通にお友達としてでも今関わらせてもらってます。ちなみに、うん、昨日その救急、うん、お、はい、行ってきたじゃない。はい、あそこはカップルだらけだったよ。笑ったよ。笑った笑ったよ、そのことも調べたんですか。そりゃそうよ。まあ確かに救急隊多いですね。救急隊多いね。3つぐらいかな。救急隊は救急隊さん同士で関わることが多いから、ああ一緒に行動をね、うん、仲良くなるイメージ多いですね。なんかその中で、まあ、あとほらき、まあ、我々もそうではあるけど、うん、勤務というか任務がない時にね、うんうん、待ち時間だからねずっと、うん、確かに結構待ち時間もね長いです。緩急すごくないですか救急隊。あ、そうだね、忙しい時間はとことん忙しいけど、うん、暇な時間ほんと暇だから、そうですね、だからこそまあしりとりとか始めるんだろうけど。食べそうで食べれないギリギリのやつ。あ、そうそうそう。大佐もそういうのないんですか。なんか恋愛沙汰じゃないけど 色沙汰みたいな。色沙汰、色沙汰、色系、色ボケ系。色ボケ系ってなんだ。そういう人はまだいないんですか。いや、私はねやっぱ仕事に真面目なんでね。うんうんうん、恋バナ、ね、恋バナ待機。縁がないね。てか俺初めて知ったんだけど、ここラバーこんな出ないんだ。なんかゴミ箱の方が出るって聞きました。ゴミ箱の方が出るね、ラバー、うん、こんなに出ないもんだと知らなかったわ。みんなね、恋すればいいよ。そうですか。あ、恋すればいいよ。そういう話を聞くの結構好きなんですか。そうそう、おもろいよね。あ、まあ、確かに人の話聞くのすごい楽しいです、うん、自分の話するとき恥ずかしいけど、こういうことを悩んでんのかとかね。悩んでますね。悩んでる。でも そればっか考えてると仕事とか趣味とか手つかなくなるから、私は結構仕事のことばっか考えてますね。うん、